車体の空気抵抗を減らすべく考案されたウェッジシェイプ。印象に残る名車とともに、奇抜な失敗作も紹介します。心に刺さるシャープな車。自動車デザインにおける流派の一つがウェッジシェイプだ。中には奇抜なものもあるが、結出したモデルを数多く生み出したのは確かで、その要素は現代の車にも活かされている。ここでは、 ウェッジデザインの傑作と失敗作をアルファベット順に紹介しよう。AC3000ME。a c 3 0 0 0 m e は、そのスタイリングと同じくらい複雑なストーリーを持つモデルである。1968年に構想され、1972年にオースチン・マキシから流用した1.5リットルエンジンをミドマウントするプロトタイプ、ボハナ・ステーブルズ・ディアブロとしてデビューした。 AC のキース・ジャット氏は、この車に未来があると考え、1973年に3.0リットルのフォード V6 エンジンを搭載し、高いパフォーマンスを発揮するモデルを発表した。しかし、AC がこれを発売するのは1979年になってからのことだった。こうして生まれた 3000Me は高価で、 しかも低重心のルックスとは裏腹に足が遅すぎた。1984年に、グラスゴーにある新会社 AC、スコットランドに売却されるまで AC から販売されている。当時も今も、この個性的なウェジシェイプは希少な存在である。アストン・マーティン・ラゴンダ、ウィリアム・タウンズ、1936から1993年。 ウェッジシェイプデザインの主役の一人であり、1976年に発表したアストン・マーティン、ラゴンダは、その妥協のない実例である、1972年に発売されたラゴンダをベースに、した、このモデルは、1976年に市場投入される予定だったが、当時としては、先進的なエレクトロニクスを搭載していたため、 生産に2年の遅れが生じた。ラゴンダを手に入れたオーナーは、信頼性の低さに悩まされながらも、快活なパフォーマンスを享受した。1987年のマイナーチェンジでは、角張ったラインがわずかに緩和されたものの、1990年まで生産された、オースチンプリンセス。1975年に18、22として公開された、このモデルは、 1976年にプリンセスとなり、売れ筋のフォード・コルチナに対するオースチンの回答であった、モリスやウーズレーからもリバッされたモデルが登場したが、いずれも4ドアであることは同じ。1982年にハッチバック仕様が導入され、アンバサダーと呼ばれるさらに劣悪なモデルへと変貌を遂げた、アンバサダーの利点は、品質が大幅に改善されたことである。しかし、 ウェッジシェイプとシャープなラインは同年に発売された大胆なゼリー型のフォードシエラに惹かれるユーザーの希望とは言い入れないものであった。ビッター SC、ドイツのコーチビルダー、ビッター、ビターはベースとなったオペルセネターに大きく手を加えたドライブトレイン、サスペンション、バルクヘッドを含む基本的なプラットフォームのみを継承し、それ以外はすべてオーダーメイド。 BMW やメルセデスのハイエンドモデルに匹敵する、ビッター SC のクーペ、コンバーチブル、セダンを製作したのだ。創業者のエーリッヒビッター。1933年、生まれは、フェラーリ 400i からヒントを得て、これらのスタイリングを担当した。ハンサムなモデルだが、米国に導入して、売り上げを伸ばそうという計画は頓挫した。そのため、 SC の販売は1979年から1989年まで続けられていたにもかかわらず、全モデル合わせて500台以下しか製造されていないシトロエン b x シトロエン b x のリアホイールフェンダーを見れば、この車がランボルギーニカウンタックを手掛けたマルチェロガンディに1938年生まれ、 のデザインであるることがわかるはずだそのトレードマークとも言えるフェンダーの形状は、全体を構成する妥協なきウェッジシェイプと同様に、BX の本質を表している。また、ボンネットやテールゲートに樹脂を使用するなど、保守的な市場に対して、大胆なスタイリングが施されている。ワゴン仕様はさらに挑戦的なデザインであったが、その賭けは成功し、 230万台が販売された、クラン・クルセーダー、ロータスのジョン・フレーリング、2021年6月に94歳で、死去とポール・ハウザウラーは、1970年代前半に、ロータスが高級志向に走る中で、そのギャップを埋める、手頃な小型スポーツカーを製造するために、クラン、クラン社を立ち上げた。そこで生まれたクルセーダーは、すっきりとした。 ウェッジシェープで空力特性に優れ、ボディも軽量。ヒルマンインプのエンジンを最大限に活用できた。ボディは非常に丈夫なグラスファイバーで、風通しの良いキャビンを備え、品質も良好だった。しかし、1973年に税金が増えたため、クランは1974年に消滅する。 この魅力的な小型クーペは、倒産時点で315台が生産されていた。その後、ブランド復活の試みもあったが、すべて失敗に終わっている。デロリアン DMC-12。デロリアンの計画は失敗したが、至るデザインがデザインしたルックスのおかげで、DMC-12 は当時としては大胆な車となった。ステンレススチールという、 変形しにくい素材を採用していることもあり、あまりウェッジの効いたデザインではないものの、流派の一員であることは確かだ。このスタイリングは、多くのファンを魅了し、1981年から1982年に、かけて約1万台が販売された。しかし、PRV、プジョールのボルボによる、共同開発の V6 エンジンの性能は低く、ハンドリングの悪さもあり、 たとえ映画の主役であったとしても、不遇の存在となったのである。フェラーリ 365GT4。フェラーリはデートナのフロントエンドをはじめ、すでにウェッジシェイプに取り組んでいた。しかし、このデザインの機種は1972年に登場した 365GT4 である。ピニー・ファリーナが手掛けたこのモデルは、それまでの曲線美から大きく脱却し、 1990年代まで続くデザインの方向性を決定づけた。このルックスのおかげで4人乗りのキャビンはより広々としたものになった。後に40万412とパワーアップしていったがシンプルなシルエットは変わらない。フィアット x 1 9多くの人が MG ミジェットやトライアンフスピットファイアを買う中、フィアットはもっとモダンな路線があると考え、X1 Q という完璧なウェッジを作り上げたポップアップ式のヘッドライトでフロントを低くスッキリさせタルガルーフでスポーツ性を高めたシンプルなルックスだその性能は早いというより爽快なものだったがライバルと同じようにすぐに欧米で熱心なファンを見つけることができた17年間の生産期間中に18万台が 販売され、ウェッジスタイルの魅力が証明された、インタースタイルハスラー。ハスラーは、ウィリアム・タウンズ率いるインタースタイル、インタースタイル社が、前線のためにデザインしたモデルが却下されたことを、きっかけに生まれた。タウンズはこのアイデアを棚上げにすることなく、生産に移し、ミニをベースにした自作キットとして販売した。このデザインは、幅広い用途に適しており、四輪や6輪など、 様々なボディスタイルとサイズで作られたジャガー XJ12 をベースにしたハイランダーやボディが全て木でできているモデルもあったランボルギーニカウンタックランボルギーニミューラがスーパーカーの名を世に知らしめカウンタックは全ての車の基準となったマルチェロガンディには手がけたこのモデルはウェッジノーズの形状を最大限に活かし駐車していても 時速 160km で走っているかのように見える。また、カウンタックは、三浦よりも高速走行時の安定性が高い。三浦は、時速 160km を超えたあたりから、ステアリングが非常に軽くなるという危うい特性を持っていた。ランボルギーニの上級モデルのトレードマークとなった、シザードアによって、ガンディには、カウンタックのウェッジスライスの形状を強調している。 年月を減るにつれ、ウィングやスクープ、バルジが増えていったが、基本的な輪郭は16年間の生産期間中普遍であり、誰が見ても一目でそれとわかるスーパーカーとなった、パンサーレーザー、パンサーレーザー、パンサーレーザーは、わずか1台しか登録されていないのも不思議ではない。その極端なウェッジ形状は、同社のボス、ロバート・ヤンケル、 1938から2005年の作品でスーパービーチバギーと称された。サンザ、シート、横に三人並ぶスタイルの採用など、他と違うことをしようとするあまり、顧客を見つけることができなくなってしまった。矢印のような奇抜なボディの中身は、ジャガー XJ のコンポーネントを頑丈なスチール製車真に取り付けた、比較的オーソドックスなものだ。レーザーは、 失敗に終わったが、ヤンケルは、リマや、カリスタといったレトロ調のロードスターで成功を収めている、ポンティアック・フィエロ。しばしば揶揄されるポンティアック・フィエロだが、その大胆さは少しは評価されるべきだろう。ハルキ・アルディカクティとジョージ・ミリ・ドラグが手掛けた、そのスタイリングは、明らかにフィアット X1、9の影響を受けており、スッキリとしたシンプルなウェッジシェイプを実現している。また、 米国の自動車メーカーで初めて量産されたミドエンジンのスポーツカーでもある。しかし、米国ではフィエロの存在感は薄く、その主な理由は2.5リットル V6 エンジンにあった。当時としては優れた空力特性を持つフォルムであったにもかかわらず、最高出力 93PS。最高速度は時速 158km と控えめだった。 140PS に強化した2.8リットルエンジンも用意されたが、結局5年間の販売台数は35万5000台にとどまり、ゼネラルモーターズは大きな損失を出したのである。リライアントシミター SS1、松田ロードスターに先駆けて発売された、リライアントシミター SS1 は小型オープンスポーツカー市場を独り占めできるはずだった。しかし、 垂れ下がるようなウェッジスタイルに抵抗があったのか、顧客の多くは、ホットハッチを選択した。これは、イタリア人デザイナー、ジョバンニ・ミケロッティ、1921から1980年の作品だが、彼の最高傑作とは言い難い。1992年、リライアントは、改良を加えて、セーバーとし、より滑らかなラインと、 日産シルビアの1.8リットルターボエンジンをオプションで導入した。しかし、1989年にマツダロードスターが登場したこともあり、遅きに失した感は否めない。スバル XT。1985年、スバル XT は同社の意思表示として大きな足跡を残した。XT は堅実ではあるが退屈なセダン。 ワゴン、ピックアップなどからスバルを前進させたモデルである、ポルシェ 924S とほぼ同じ価格の、ウェッジシェイプのクーペの登場だ。スバルは四輪駆動を標準装備し、1.8リットルフラット、4エンジンを搭載して、時速0、97キロメートル加速9.5秒という、立派な性能を実現し、価格を正当化した。さらに興味深いのは、 フラッシュ式のドアハンドルやボンネットラインの下に隠れるシングルワイパーなどのディテールである。その結果、空気抵抗を表す CD 値は0.29となり、ウェッジスタイルの効率の良さが証明された。トヨタ MR にトヨタのデザイナーは、低いノーズ、ポップアップ式のヘッドライト、角バッタルックスなど、ウェッジカーのデザインをすべて取り入れながら、このコンパクトスポーツカーに、 独特のフォルムを作り出した。また、ミドシップエンジンを採用したことで、小さなプロポーションの MR2 に、アグレッシブな存在感を与えている。この初代 MR2 は、1984年から1989年までの5年間に166,104台が、販売され、トヨタの大ヒットモデルとなった。そのほとんどが最高出力 124PS の1.6リットル通常。 吸気エンジンを搭載していたが、米国では 147PS のスーパーチャージャー付きモデルも販売されたトライアンフ TR7。ハリスマンが手掛けたウェッジスタイルの TR7 は、それまでのスポーティなロードスターの TR とは一線を隠すモデルである。まず、1975年の発売当初はトライアンフの主要市場であった米国で、 オープントップが禁止されることを懸念して、クーペのみの設定となった1979年にコンバーチブル仕様が登場し、その形状はウェッジデザインとの相性も良かったが、当時 TR7 は信頼性と品質に問題が生じ、末期のスランプに陥っていた。販売台数は112,368台で1980年に ローバー V8 を搭載し発売された TR-8 も2497台しか売れなかった。TVR タスミン、オリバー・ウィンター・ボトムのデザインによるタスミンは TVR によるウェッジスポーツカーの初期のモデルであった。それまでの曲線的なモデルとは趣をことにしていたが、強靭なスチール製車シシーとダブルウィッシュボーン、サスペンションは健在だった。発売当初は フォードの V6 エンジン、あるいは2.0リットル4気筒のピントエンジン、200モデルを搭載していたが、やがてローバー V8 を積んだ 350i が姿を表す。ライフサイクルを通して、排気量とパワーを増していき、最終的に最高出力 330PS の450シークが誕生。わずかに滑らかなラインと、 巨大なリアウィングを持つ究極のモデルとなったボルボ 480ES。ボルボ 480ES は1970年代に発売されたスポーツワゴンの 1800ES を1980年代にアレンジしたモデルであるジョン・デ・フリースによるウェッジスタイルを採用し440セダンと同じプラットフォームでオランダで生産されたポップアップ式のヘッドライトで ウェッジスタイルを強調し、リアはガラス窓とハッチの組み合わせで、当時のボルボ車とは一線を画していた。ルノー製エンジンの性能は平凡だったが、1985年から1995年の間に8464台が生産されるなど、小規模だが忠実なファンがいた。さらに重要なのは、480がボルボで、 初めて衝撃吸収バンパーをデザインに組み込んだパイオニアであることだ。